こんにちは。主食はお米です。火、水、と回して、現在ニューカードが25枚。目標の40枚まで、あと15枚ですが、最後の森属性25連で、15枚出さなければならないので辛いです。それでは、最後の森属性を、回していきます。カノンが出ました。4回攻撃、確率 43% で、誘惑を付与しますが、本攻撃100なので、現状のコスト34、2万よりは、弱いです。古文では使えます。カモミールが出ました。5回攻撃し、確率 20% で、封印を付与します。このカードも基本攻撃100ですが、先ほどの、カノンよりは、強いです。ヤツの神が出ました。防御破壊の4回、必中攻撃。古文をすべて神にすると森が帯びます。これは、当たりですかねー。古文も強いです。カボチャ頭のジャックが出ました。防御虫の森帯、2回攻撃します。対象をタップすることで、確率 85% で、暗闇付与もできます。古文も使えますねのルークが出ました。進化分岐があり、白は味方の軽減付与、黒は複数かコロシアム向けの全体攻撃、暗闇付与になります。どちらも古文は使えます。宮津姫が出ました。反射を3回から5回付与し、対象の残り HP に合わせて最大 50% 回復します。回復力が優秀です。古文はすごく優秀ですねー。地方の蓮華王千手が出ました。防御虫の森帯、5回攻撃。対象が盾の場合、赤盾を上書きします。実際使ってみて、かなり強い印象です。ジークフリートが出ました。防御虫の2回攻撃。対象が盾の場合、赤盾を付与します。最近は、盾破壊系が必須になってきてますねー。イバラ姫が出ました。敵全体に2回攻撃し、55% の確率で、睡眠を、付与します。複数かコロシアム向けカードですねー。古文も優秀です。アリスのチェス騎士団が出ました。森帯、4回攻撃。確率 35% で、怒りを付与します。
対象をタップすると、怒りの代わりに、盾破壊になります。エフェクトなしでの、イシスです。出てこんでいわら。覚醒させると、回復カードの子分に使えます。おいー。絶世が出ました。全体化、合体カードになります。全体化コロシアムは、多分やらないので、使うなら、アンダーグラウンドでしょうか。魔術師マーリンが出ました。私の記憶が正しければ選抜に1回しか出てないと思います。今は使えないカードですねー。トパーズが出ました。普段は使いませんが、デュエルで全体化と合体させると1ターンで攻撃と素早さを5にすることができます。ベルゼブブが出ました。3回攻撃し、対象のバフのいずれかを確率 50% で奪います。覚醒できるようにもなりました。うほほいー。呼ぶ、ソトースが出ました。5回攻撃、封印付与。味方のデバフを確率 50% で打ち消します。たまにこんなのが出るから、ガチャはやめられまへんなー。魔法少女カンナが出ました。今はエースの軽減程度にしか使えません。スクルドが出ました。確率 50% でデバフを反転させますが、現在優秀なカードが多数あるので覚醒に期待です。バカクラが出ました。森帯3回攻撃します。いやー、目標に届いて涙がちょちょ切れるわら。いやー、森結構出ますねーわら。風化が出ました。森帯1から3回攻撃、確率 80% で見切りが付与します。子分もそこそこです。2枚目の宮津姫です。子分が優秀なのでダブっても全然 OK です。
雷神が出ました。今はちょっとわら覚醒に期待です。薬師如来が出ました。強属性4回攻撃、確率 45% で封印を付与します。対象をタップした時には攻撃1回、封印確率が 90% になります。古文を使えます。アジ、ダハーカが出ました。防御虫の4回攻撃、対象が盾ならば赤盾を上書きします。エースの軽減古文に使えますが、インキュバスならエースでもそのままアタッカーとして使えます。森、最後のガチャです。うおー、悪魔のファントムが出ましたわら。4回攻撃、睡眠を付与します。古文を悪魔で固めるとさらに威力が上がります。いやー、森、全部回し終わりましたが結構充実感がありました。40枚の目標も達成しましたしね。週末、進化させるのが大変ですわら。ご視聴ありがとうございました。